藤山から日高が中央を選んだ。藤田胸で落として前橋シュート決めた。今日4点目秋田、後半の28分にさらに追加点、見事な崩し、日高のクロス、藤田の落とし、決めたのは前山恭平、2試合連続4得点目。最後は落ち着いていました前山。この藤田の落とし、最後は相手のキーパーの股を抜いていく。